じゃんけんジョニーさん見てますか。どうもマンウィズアミッションのじゃんけんジョニーさん見てますか。バズっちゃでございます。どうもありがとうございます。今回も始まりましたけど、始まりましたね。ちょっともう装いが、そうだね、今日はエプロン姿でございますけど、はい、何でしょうか。今日は今回は2人だけで料理に挑戦の回でございます、うんうん、料理ですって。長谷さんされますか料理は。いや2人だけって言ってもそんなんね、うん、別にスタッフさんとか見てるから。いやいや、細かいこといやそういうことじゃないんですよ。いやそれはちょっとやっぱり2人裏側あんまり2人がだけなったらそれは2人だけの気持ちでやるけど、嫌われる年の取り方すなお前。あかん、子供の時嫌だなっていう年の取り方しちゃったから。そうそうそう、我々だけで料理っていうことですけど、なんとこの番組はおじさん芸人なすなかにしが若者人気を獲得するためネットでバズるを目標にいろんなことをするロケ番組です。なすなかにしのバズっちゃ100万回再生番組。どうですか、やります料理は。私はね、あのね、はい、たまにしますよ。あ、する。僕はあの包丁と火を使わない料理を使う。それなんで包丁と火は使わないんですか、うん、怖いから。可愛らしいとこありますね。あの身の危険を感じることが大嫌いなの。ああ、そうだから包丁と火は一切使いません。使わない。でも今回料理の回ですけど。そうだから今日はちぎってやったらやる。ちぎるんですか今日。ちぎれるこれ。あなたしないでしょ。僕自炊しないんでお家が。うん。まあお鍋とかは作ったことありますけど。うん、調理器具がないんやったっけ家に。あ、いや炊飯ジャーとかがないのよ。炊飯じゃ包丁とかあるの。包丁はある。あんねや。あの切れない包丁はある。わかんない。手刀の方がよく切れる感じ。その程度です。だから、まあ、今回その作る料理は、うん、富山の、あ、出た郷土料理、うん、いとこに。いとこに聞いたことあんねん。おいとこ芸人がいとこにを作ります。いい回ですね。素晴らしい。我々じゃないと成立せえへん回だね。そうそれな。いとこにか、食べたことないもんね。ないよな。いとこにとはどんな料理なのか想像しながら作ってみてください、困った時のためにヒントをもう3つ用意してあります、ね、はい、なるほど。想像で作るの。あ、でも面白そう。料理、あ、これ楽しいわ。日本各地にさまざまな形で伝わる郷土料理いとこに、今回は富山県のいとこにを作ってもらいます。親子丼とかあるじゃないですか、うん、鶏と卵で親子みたいな、うんうんうん、そういう感じじゃないの、いとこにって。なんかとなんかがいとこだ。あ、いとこみたいなことか。そうそうそう、いとこ探していいんちゃうの。まずは番組が用意したこちらの食材の中から使うものを選んでいきます。これ使わない食材もあるんですか。あるあるある。焼き豆腐と絹ごしはいとこやろ、お前。これどう考えるの。あ、両方入れんのかな。もう見つけて、もうこれや、この料理。いやいや、厚揚げはどうなるの。厚揚げ、あ、そうか、厚揚げの方がいとこ感あるな。え、糸こんにゃくとこんにゃくも糸こやな。くそ、うまいトラップやな。いやそう、うわ、むずいんだ、これむずいぞ。いや、ここで異彩を払ってんのはこの子やで。あずきやな。これこういう時にこんなん一個入ってるやん、うん、もう絶対これ使うて。しかもな、しかもな、なえさんな、カラカラのやつじゃないね。茹でたあるやん。茹でた。ほら、使うやん。ほら、そう。ほら、ちょっと。もう分かってる。絶対これ使うやん。これ使うよ。だってこれ、小豆のまんまやったら、多分煮込まなあかんやんか。多分それを一回やってあるということは、これ使うねん。使うねん、もう。分かんな。もう分かったわ。甘いな。はい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 、分かった。まずこれや。これは決定。まずこれや。小豆使います。ここに小豆かかります。いとこにってなんとなくやけど、うん、おしゃれな感じじゃないと思うね。郷土料理やから。そうやろ、うんうん、じゃあこんなん使うで。これ使うで多分。だってじゃがいもが置いてて、うん、騙すんやったらさつまいもやもん。そうやね。里芋入って持てるやん、うん、甘いわ。もう分かんのよ。甘いわ。これ分かるわ。これや。これ簡単や。これや。里芋は使いません。里芋と小豆合うと思いますよ。合う合う。これ使いません。じゃあ、おぜんざいみたいになってんのかな。いや、どっちが中と、ああ、筑前煮的な感じのさ、はい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 、あれの感じに筑前煮でいくと、レンコン入ってますよ。レンコンは、いとこにレンコンか、ちょっと難しいところやな。うん、でもこの里芋の柔らかさにこうレンコンの食感使うかもな。いけますか、うん、いけますか。ひょっとしたらよ。食材で何かだけ聞く、うん、あ、そうしようか。
せっかくだから使いますか、うん、それ3つ用意していただいてね。だってそれは どういうヒントになるんでしょうね、うん、最初のヒントは電話、うん、富山に詳しいあの人に電話でいとこにの作り方を聞いてみましょう。あーもうこれはまあこんなんも言うのもないけど、うんうん、もみさんよもみさんか。違うね、なんで俺がこんなすぐもみさんって答えるかって言ったら、うんうん、もみさん昨日俺のとこ LINE してきて明日よろしくお願いします。もうもみさんや。俺台本まだ来てない状態やったのによろしくお願いします。明日とりあえず最初は私親戚のキャラで行きたいと思いますだから多分電話したら親戚のキャラで来るで。最近どう体どうみたいなことを多分言い張るか、言うかな。ちょじゃあかけてみる。そんな感じのこと言い張るで。じゃあこちらかけますね。090もみさん、もみさんの個人情報言うたかい。これ深夜に放送されて TVer でも見れて、さらに再放送もあるから3つもあかんよ、そんな話だよ、ね、じゃあこれかけますね。かけよう。もしもし。もしもし。もしもし。あ、びっくりした。え、もしもし、あれ、この声は誰ですか。長江もみです。言うてまうんだよ。もみさんがヒントくれるってこと、うん、あげます、あげます。いや元気にしてます。いや元気してますけど大丈夫ですか、ちゃんとご飯食べて言うた、言うたやん。親戚、親戚キャラ、親戚キャラですって。親戚キャラで。もみさん、うん、はい、我々、はい、台本上誰が電話くれるかわからない状態だったんですよこれ、うん、ヒント。あ、なるほど。そう、それを前日に LINE してきたあかんわ、うん、あかんてもみさん、あはじゃないのよもみさん。いやいや、さ、内容知らないし。いや知らないじゃないよ。いやもみさん、あのね、うん、いとこにの作り方僕らその見たこともなくて作ったこともないので。私もでもいとこにってなんか聞いたことあるなぐらいです。ええ、と富山で、富山のあれでしょ、お料理でしょ、郷土料理。そうなんですね。嘘やん。嘘でしょ。何の役にも立たんやん。じゃあ何この電話。もみさんって料理されましたっけ、ご自身で。いや、ほとんどしない。なんでマジでこの電話何何これ、一個ヒント一個無駄に使ってるよこれ。何よ。ちょっともみさんでもイメージどんなもんですか。それをなんかヒントにさせてもらおうかな、うん。でも里芋のいとこってわかんないしな、うん、もみさん本当あのごめんなさい先輩やけど、ええ加減にせえよマジで知らんねやもみさん本当に知らないんだ。本当に知らない。本当知らないか。やばいな、やばいな。え、もみさん今どちらですか。家です。母親に聞いてみますか。あ、それいいですね。ちょっと待ってくださいね。うん、うちの先輩実家暮らしなんや。お母さんに聞いてみましょうかって言ったぜなあ、あったけえな。もみさん、俺より年上やろ。材とか。え？そういうこと？あの、硬いものからおいおい煮るから、うん、おいとおいだからいとこにだっていう。うん、ええー。違ってたらすいません。お母様作ったことはあられるんですかね？作ったことある？いろいろ。これなんで先輩がお母さんと喋ってるかずっと聞いて。え？立山のつぼにみたいなもんやちゃって言ってます。いとこにがわからんのにつぼにに行かんといてください。わからんもんのヒントわからんもんで出さんといてください。あ、でもわかりました。それでちょっと進めてみます。うん、あ、はい、そうですね。はい。ほな、あのもみさん。あのお母さんに日頃の感謝ちょっと一言言うてください。お母さん、お母さんに日頃の感謝を。お母さん、うん、お母さん、いつもありがとう。ものすごいええとこで終わった。な、ものすごいいい電話やされる。お母さんいつもありがとう。すごい映像。いやでも素敵なヒントをくださいました、ね。まあ、分かりましたね、うん、ってことはやっぱ硬いものを入れるんやんか。そういうこと。ってことは硬いって言ったらじゃがいも、うん、人参、人参、大根、大根、そんな入れる。
えー、いや俺これあるんちゃうか、こんにゃく。こんにゃくはだからアクセント的な感じで入れてみようか。そういうことか。うん、ここからは選んだ食材を調理していきます。いや料理やったことない人のさ手つきって多分皆さん怖いと思うねんな、うんうん、おめえはまた来たんか。いや自分で川泥棒自分でやべ逃げろ普段やっぱ奥さんなんや料理するの。ん奥さん。いや奥さん幸子でええよいやそっちの方が呼びにくいやろ人妻を幸子って呼ぶのがなんかおかしいやんか、まあ、親戚やからあれやけど、うん、そう奥さんが作る。奥さんはもう料理大好きやから。あ料理好きなの。そうでもやっぱり奥さんに任せっきりでね、俺ただあの牛肉のたたきは作るんですよ。その包丁とあれは使わないんだ。まあほぼほぼね、あの、うん、最後切るところはありますけど、うん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 、あ、そう。基本的にはね。ピーラーなんか持ったんはもうあれやな、家庭科の調理実習の時以来違うかな。まだあれ暴れなすって言われてた時にねいや俺学生時代の異名そんなん違うで。あ違う違うよ。言われなかった。言われてへん、うん、火の玉ボーイや。火の玉ボーイむちゃくちゃかっこええな。なあそうこれやちくわや。いとこにはちくわありさえ。ちくわ使おう。いけそう。いけそういけそう、うん、ゴロゴロの方がなんか、うん、煮た時のホクホク感変わるやんか。そうやな、うんうん、だからそう、うん、食うてもうたらあかんねん。なあ食うてもうたら食べたらあかんの、うん、マジか。食うたらあかんねんくちゃくちゃ。そうか、うん、まあこのイカ土ダーリンからしたらやっぱこう異名ダサいなお前何やそのお姉さん彼女目線の異名やんか、イカ槌ダーリンってめちゃくちゃダサいやん。いや俺料理好きやねんけどな本当は。うちのキッチンがこのシンクとコンロの間が狭いのよ。おあのまな板置けないデザインのやつやねん。あーなるほど。そうあれでも料理あのなんか嫌やなってなんねん。えお前んちの腐り嫁は仕事せえへんね腐れよつけんなよな。嫁でええやろ別に。料理せえへん。料理せえへんねん。あそうなんかいな。なんかコンロに自分が買ってきたお菓子置く癖ありよんねん、うん、あもうほなもうあれや絶対料理せえへんし。せえねんな。お前ここに置く癖あるなっていうの何回も言うたことあるもん、うん、ほんな嫁は何て言ったん。あるーって言う別れてしまうよそんなやつそんなやつほんまやからなこれ彼やでこれマジで。俺厚揚げ切ろうか。厚揚げも入れる。厚揚げ俺あると思うね。はいはいはい、うん、あでも美味しいと思う小豆と。えこれ逆に里芋ある。俺里芋ない気してきたで。あきゆき逆に。うんちょっとヒント使おうか。ヒント使う。うん、うん、じゃヒント使いましょう。ヒント、うん、こちらです。あこれがヒント。これがヒントどういうことだ。せーの、うん、うわあちょっと待ってや。ほら里芋ないじゃない。これはこれは何や。これ豆腐や。焼き豆腐や。焼き焼いてるやつ、うん、焼いて焼き豆腐や。え厚揚げや。人参や。うん人参大根。これ里芋じゃないの本当に。これ大根やろ。いや里芋やろこれ。これ大根や。大根こっちやって。このクリアな感じ。ほんなそんな揉めんのやったら、うん、もみさんに聞いてみよ。もみさんに聞いてみよ。ほんなったらどんだけ聞くねんって。もしもしもみさん。はい。これって里芋ですかね。これってそれ、ええ、さはい多分。えこれって里芋ですか。もみさんはっきりはっきり答えてください。はっきり答えた方がいいです。えうんもう里芋です。里芋。里芋里芋ですか。里芋ありがとうございました。里芋らしい。里芋らしい。毎回もみさん電話出んの早い、ね、だからこう待ってはんねん。こういや俺里芋やと思うねん、うん、里芋向こう。あだから、うん、自信なかったら1個ぐらいにしとく入れんの。あ里芋1個にしようか。あそうやな。自信がないなら、うんうん、自信がないなら、うんうん、予想以上に調理が進まなかったので気になる続きは次回放送。大事なごぼう汚されたんかどんないとこにが完成したのでしょうか。うわこれ成功じゃない本当に。富山県は美味しいの食べてるね。いやね